どうもー、ドラゴンフライです。なんかたまたま、いつの間にか吸い込んでたわ、なんか、謎のこいつ。ということで、すべてを吸い込む R2 ですね。続きやっていきましょう。ということで、今回はですね、すいません、ちょっとなんか喉おかしいんで、なんか声変かもしれませんが、まあ、ご了承くださいということで、今回はですね、防具がね、てか、敵が強いと、まず敵が強いので、やっぱ、ちょっと鉄防具だと物足りないなということで、ダイヤモンド装備、ダイヤモンド装備が欲しいと。で、もしくは、この世界の、なんだっけ、これ、ジェイド、ジェイドかわかんないけど、なんか読み方ちょっと合ってるかわかんないんだけど、この多分ジェイド。多分ジェイドなんだけど、ダイヤモンドか、ジェイドの装備を揃えたいなということで、洞窟を探して、洞窟探索をして、ダイヤモンドかジェイドが、見つかるまでちょっと粘ろうかなと思います。今回は本当なんか今日喉おかしいな。なんか別になんか痛いとこじゃないんだけど、なんかガラガラ。ごめんね、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、まあご了承くださいということで、それではやっていきましょう。まずは洞窟を探す。お、これは洞窟っぽい洞窟か。なんか狭くてちょっとよくわかんないけど、多分洞窟。お、これレッドストーンだね。とりあえず目当ての、鉱石は、ジェイドとあとダイヤモンドなんで、それ以外全部スルーする方向で、いきたいと思います。よろしくお願いします。見つかり次第カスタム3で増やしていくと。見つかり次第ね、しっかりと、確実に、カスタム3で、増やしていきたいと思います。よろしくお願いします。お、これは鉄だね。鉄はもう腐るほどあるっていうか、もういくらでも増やせる。まな板最強。よいしょ。お、ここ下にもあんね。てかこれなんかさ、この虫の世界なんか入り組んでてさ、なんか上と下と、なんかそういうなんか概念が普通の世界と違うから。なんかそう、空がないじゃん。空がないから、なんかこうどう探索すればいいのかなっていう。とりあえず洞窟を探そう。結構な頻度であるんだよね、洞窟は。なんかえぐい虫がいるんで、ちょっとこいつで倒そう。よいしょっと、確実にな。こうやってよいしょ、オッケー。お、なんか落とした。いたあ、そっか、こいつ分裂するやつか。めんどくせえな。お、なにこれ、バイオボロスティなんだこれ。とりあえずクラフトガイドで確認するか。今までゲットしたアイテムもちょっとクラフトガイドで確認して、お、これじゃね、これ作れんじゃね。あ、違う、なんか色似てたけど違うわ。お、これじゃね。あ、ここで確認できる。これでなんかブロック作れるわ。へえ。で、なんか、よくわからん。ごめん、なんか見たけどよくわかんなかったわ。結局よくわからん。とりあえずね、めげずに探索していきたいと思います。よろしくお願いしますと。痛い、もうこいつらしつこいな。もうとりあえず一回倒すか。もうめんどくさい。しかも結構なジャンプ力を見せてくる。はい、オッケー。ということで、よし、探索気を取り直して。もう行き止まりじゃん、ここ。最悪。これは違うな。マップから探した方が多分早い説がある。この辺とかさ、オッケー。これ直接洞窟内に直接テレポートしていくスタイルでいいね。お、ここなんかすごい落下してる。はあ、落下してるってなんか言い方おかしいけど。お、これ何、この鉱石。あ、割れた。え、何これ。え、これ完全にさ、え、これレッドジェムやば。これ完全に防具作れるでしょ、これ。待って、あ、作れないんかーい。グロージングジェム、なんだろうこれ。ちょ、これなんか、あ、これ解体するとレッドストーンできるんだ。へえ。これよくわかんねえな。とりあえずなんか、これなんかレッドジェムなんか、ちょっと調べよう、後で。あ、もしわかる人とかいたらね、教えていただければ幸いですと。まさかの食べ物説。まさかの食べ物説。あ、ないね。てかね、もう荷物がパンパンだな。俺、毎回なんでこんな荷物パンパンなのっていう。ダークフルーツシード。これ、なんかダークフルーツ育てられんのかな。だとしたらだいぶ助かる。食べ物が今ないんで、やっぱなんか食べ物系はだいぶ助かるんですが、ここには特にないと。あ、これなんか琥珀らしいね。なんか琥珀が固まったものみたいな。アンバー。これ別なんか特に使い道は。あ、焼いて。あー、なるほど。ガラスか。お、なんでこれ。コンパウンドゴーグルレンズ。あ、うん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 。なんかいろいろ作れる。待て、ちょっと待て。なにこれ。なんか、ロボ作れるんだけど。まさかのこの琥珀、ロボ。最近の俺の動画さ、なんかずっと絵面地味じゃない？すごい。大丈夫かな？ずーっとなんかこういう作業みたいなことしてる気がする。大丈夫これ。成り立ってる動画として。お、なんかキモいのあるよ。あ、これクモスポナーだな、おそらくな。これクモスポナーだな。あ、こん中の、ここのチェストにダイヤある説があるんで、ちょっと
見ていこうか。こっちかな。あ、イエーイなんか、ラッキー、来た。よし。でも、これで、フライウィング。でも他になんか面白いものは、うわ、えぐい、近い。うわー、やばい。雲の去ってきた。だだだ。ふっ、オッケー。ふっ、コンパクトゴーグルレンズ。なるほど。ちょっとこの辺も手に入れたいけど、ちょっとなんか、やばい、なんかくすげー囲まれてる。やばい。フライウィング。これいらねえや。なんで俺これずっと、律儀にこんなずっと持ってんだ、このコンパス。いらねえよ。一回使ったら終わりだもん。うわー、めっちゃ飛ばしてる。痛い。割とまずい。はい、ということでね。まあ、こういうこともあるよと。てか、あそこだいぶまずくね。立地的にさ、あそこ、雲たくさんいるからさ、行っても、やばい。なんかやばい気してきた。ちょ、とりあえず鉄棒をもう一セット作ろう。で、やばい。無駄にまな板で作ってみる。いいね。おい、鉄のチェストプレート、16個装備できた。なんだこれ。16個装備できた。どんな着方してんだろう。めっちゃ熱くないそれ。これでとりあえず、あと剣作っとく、一応。まあ、一応いるか、あと、タイマスと。とりあえず、よし、それじゃあ、満を持してテレポートと。助かるかな。うわ、いきなりいる。で、ここどこだ。あ、倒したけど、ちょっと待って。あ、待って、めっちゃ湧いてる。あ、助けて。とりあえず、これ割るだろう。オッケー、じゃあ、とりあえず、テレポート。とりあえず、テレポートしよう。だから、クモスポやっぱ危ねえな。あの、チェストの中に、うわー、ムカデ。えぐい。いて、しかも意外と強いぞ、こいつ。やばい、意外と強い。オッケー、倒した。オッケー。ちょ、ムカデは変身しときたいな。とりあえずよ。ちょっと変身してみよう。よいしょ。グロ。動きが気持ち悪い。キモ動き。やばい。うわ、これだいぶグロテスクだな。まあいいや、オッケー。でもジェイド欲しいな。てか、なんで俺さ、最初ジェイド見つけた時カスタム3しなかったのっていう。すげえもったいなくない？最初ジェイド見つけた時な、ちゃんとカスタム3やってればくっそー。超悔しいんだけど、マジで。超悔しい。待って、ちょっと他の洞窟行こっか。なんかこの辺、なんかこの辺のぐちゃぐちゃしてるやつ。この辺どうよ。よし、来た。わあ、これあるんだ。意外とあるな、レッドジェム。それじゃあ、探索していこう。よいしょ。早いとこね、ダイヤモンドとか。てか、ダイヤモンドあんの、ちゃんと。俺が見た動画ではあったんだけど、それはあの、バージョンアップ前の動画の可能性があるので、本当にこの世界に、バージョンアップ後のこの世界にダイヤが存在するのかっていうのは、ちょっと、神の溝知るところなんですが、どうでしょう。いや、そのダイヤナイトがだったら多分ね、有能なハルシンジャーがコメントしてくれてると思うんで、多分あると思うんだけど、どうでしょう。行き止まりと、行き道。懐かしいな。俺、年末年始コラボやりてんだけど。誰かいない？俺と年末年始コラボやる人。いや、なんか、登録者20人ぐらいの人がなんかたくさん来そうだからやめとこう。お、なんかあった。待て。いや、俺も学習した。こういうなんかやばそうなやつを掘るときは、カスタム3。そう、これ。大事。一応、どんだけクソな鉱石でも一応増やしておく。よいしょ、OK。完璧だ。よし、これ安心して掘れる。お、なんだこれは。とりあえずなんかいらないものが多すぎるな。いらないものが石の斧なんで2つ持ってるんだ。お、ジェニスグネイスロック。お、焼くと、何これ。あー素材系ね。はい、いらね。いらね。くそ、これはまさか。あ、でもこれエメラルドかな。ジェムあのジェイドかと思ったけど、これはエメラルドか。エメラルド臭い。掘ってみよう。来た、ジェイロ、来た、よし、完璧。待って、これブロック作れる？来た、作れる。はい、来た。はい、あ、もう勝ち。はい、勝った。はい、勝った。もうこのモッドは、もう僕に屈服しました。もう僕の勝利です。やったぜ。でも、ダイヤモンド見つからないね。こんだけ探せば1個ぐらいあると思ったんだけど、ジェイドの方がレア度的にはジェイドの方が低いのかなっていう感じ。